本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーさ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。旅行時や隙間時間の時、友達と一緒に写真や動画、ゲームで遊ぶことになった時、手元のスマホ画面がちっちゃい、仕事の打ち合わせ時スマホの画面をシェアするも画面が小さい、こんな時に接続簡単コンパクトサイズで素早く大きな画面をシェアすることができたらなんて考えたことはありませんか？今回そんな気持ちになったことがある方にお勧めしたい 10.5 インチモバイルモニターを紹介します。開封の儀、こちらでございます。正面開けていきます。取説すべて日本語表記、 AC アダプター、両端がタイプ C ケーブル、長さこれくらい、 HDMI とミニ HDMI これくらいの長さ、 USB-A とタイプ C これくらいの長さ、本体お披露目。おお、シートがキラキラ、こちらでございます。すげえ、めちゃめちゃ輝きがある。こちらくっついていますね。こんくらいのサイズ感です。いいですね。段差がございます。この段差はこうしてここに引っ掛けるための段差ですね。こういう感じで、ここの2点は滑り止めのゴムです。画面が大きいプロマックスと比べてもこのサイズ感。本体裏、ここにスピーカーがついています。薄いですね。とても軽いです。3本指でもいきます。2本指でもバランスを取れればこれぐらい軽いです。こちらのモバイルモニター、画面サイズは 10.5、 アスペクト比は3:2、画面解像度は 1920×1280、 リフレッシュレートは 60Hz、 この内蔵スピーカーはそれぞれ 1W が2つ付いています。可視性に優れた IPS 液晶パネルを採用。こちら画質、発色がともに高品質な IPS パネルを採用。視野角による輝度変化が少なく、最大178度までどこから見ても鮮明な映像と画像を表示してくれます。なお sRGB カバー率は 100%、 高色かつ高い色再現性により高解像度の写真や動画を鮮明に高画質表示、また明暗差がはっきりして、より肉眼で見た時に近い自然な映像を再現する HDR 表示にも対応。プレステなどの HDR コンテンツも美しい色彩表現を最大限に発揮してくれます。さらにブルーライト機能を搭載、目の疲れを軽減し、快適性と作業効率もアップできます。小型、軽量デザインで持ち運び楽々、薄さ 5mm というスリムデザイン、いつでもどこでも携帯性に優れ、外出時は小さめのカバンでも簡単に入れることができます。また初めから滑り止め素材も含んだ保護カバーも付いていますので、大切な本体を傷やホコリから守り、また使う場面ではなんと折りたたみスタンドとして活用することができます。とてもありがたい仕様です。対応接続端子について、本体隣付きの端子は HDMI タイプ C タイプ C、 裏側に 3.5mm のイヤホン端子、これらが搭載しています。また接続環境によっては付属していますこのタイプ C ケーブル1本で接続することもできます。なお接続機器が対応しない場合、または出力の電源不足の場合は、付属しているこのアダプターがありますので、こちらを使うことでお持ちのスマホ、パソコン、ゲーム機だったりをこのモバイルモニターで楽しむことができます。いかがでしょうか。スマートフォンよりも大画面で写真を見ることができます。カメラ OK、 ここ OK、 役者 OK、 よーさ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。なお音声をもっと良くしたければ、ここにイヤホン端子がありますので、こちらつけてご自身のヘッドホンをつけて高音質で楽しむこともできます。はい、というわけで紹介させていただきました。まずですね、このサイズ感 10.5 インチというわけで、はい、
もっと大きいのもいいとは思うんですけども、ちょうどいいサイズで、はい、これくらいのサイズなので、本当に重さをほとんど感じません。小さめのバッグに入れても全然苦にならない重さです。友達との旅行時の隙間時間、仕事先でスマホ画面をシェアする際、画面が小さくて困った時、軽量で持ち運びが楽々な 10.5 インチのモバイルモニター、こちらで問題解決をしてみてはいかがでしょうか。こちらのモバイルモニター、興味が出てきましたら、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。本番いきます。よー、旅行時や、より、肉がね、付属。タイプ C とタイプ A とタイプ C をつなげていきます。こちらつけて、こちらを電源に、コンセントに